こんにちは。今日は自己責任の中から、その時代の夢の付けは誰が払うのかについてお話しします。まず、その時代の夢って何かここは、例えば、自社ビル、会社であれば自社ビルを持つのが夢であった、社長の夢であったり、一軒家、夢のマイホーム、庭付きの 家を買うのが夢であったり、リゾートマンションを買うのが夢であったり、リゾート地に別荘を買うのが夢であったり、こういう夢が親世代にはあります。皆さん記憶にありませんかご自身で思う方もいらっしゃるし、自分の親がこういった夢を持っていたという方もいませんか 周りに実際にリゾートマンションをそういえば買って持ってたわとか別荘を買うって話聞いたことがあるとかこういったことありませんかえうちのおじさんは島を買うって言ってましたねそういえば実際に買ったかはわからないですけど島買わないかって父に話を持ってきたことがありました今思うと恐ろしいですよね その時代のセミナーで、所有するというのは、これからリスクになっていきますよ。何でもレンタル賃貸がいいんですよ。ということを言われました。え賃貸高いじゃない。買った方が絶対自分のものだし楽だしって、当時の私は思いました。若かったですからね。<laughs> 若い時っていうのは、 未来を想像できないのかなって自分で今思います。まあね、年配の人が必ずしも未来をあの想像できるわけではないので今の発言を取り消しますえ。さて、何が問題なのね、リゾートマンション何が問題なの夢じゃない、いいじゃない。いや、マンション購入して、マンションの維持費、 さらにマンションが老朽化した時の買い取り金額、建て替え金額、まあこういったもの、すべてを考えてるわけではないんですね、当時の人は。一軒家、夢の一軒家。春田は今、夢の一軒家で非常に苦労しております。両親が植物大好きだったので、 実のなる木をたたくさん植えました実は庭に11種類植わってましたほとんど切り倒しましたが数百万かかりましたこれをですねまだ完了させてないんです柿の木が 5m ーー級の大きな木になっています 5m7m ーーーー近い木にい てっぺんはは今年は7メートルぐらいい伸びちゃいますね。大きな木です。今日、さっき少し枝下ろししようと思って家の裏に回ったところ花りの木がかなり高く伸びていて去年よりも伸びていて3年前の倍以上伸びていて 見見上上げたたら上が見えませんでした絶望しました裏には榊があーこの木をどうやって処理すればいいんだろうと子供世代っていうのはお金持ってないんですねだから植木屋さんを呼んで10万20万50万ポンと出たいんですね 空き家で放置してている人気をつけてくださいなんで今回この話をしたかというと危険木桜が倒れましたよね木が倒れて誰かを怪我させた時奥の請求が来る人が出てきますまず自分が管理している土地建物の植物今年は一斉に見直してください高さが高いものは折れます風が強い 年でもあるので今年風強いですよねこの間も秒速20メートルでしたこんな時は柔らかい木ならいざ知らず硬い木は折れます柿の木とかねカリは柔らかいので意外と折れないんですが昔桃の木がボキって折れましたね桜も柔らかいんであまり 折れなかったですけどまああの倒壊するほどね古くなっていなければあのそこまでではないんですが問題は高く高く上がっていく木だしですね椿を切ってはいけないっていうね昔話あったんですが私切りましたボキッともう いろんんな話があるんですよ庭に食べ物果物を植え,ては植えると病人が出るとか椿の木は上を切ってはいけないとか頭を摘んではいけないとかいろんな言い,い伝えがあるんですけど子供たちにこれは一切関係ありません。もうただ処分するしかない代物でそれこそ今の20代ぐらいになればもう。 親が亡くなった途端に家を売ってしまうなどしてね、所有しなくなるんでしょうが、今の50代の方あたりだと、親御さんが残した財産として所有してるんじゃないですか。売っても二束三文だなんて言って、いつまでも所有していると、被害が出ることがあります。コンクリートが倒れて、人が死んだなんて言ったら、たかだか何百万にもならない。 売ったら100万か200万だと思ってもすごくね請求来るよりもよっぽど安い利益になりますよもう一度見直しましょう一番怖いことです自分が所有するということがどれほど危険なことかということが徐々に分かってきますまして宇宙レベルが上がるということは身軽になる 持っているものがどんどん減っていって管理するものが少なくなっていく意味でもあります。ですから自分の管理及ばないものを所有するというのはとても危険です。管理所有することが商売であるビジネスである人はいいんですよ。いくつも 不動産を所有していてこの不動産によって利益を得て生活の糧にしているっていう方はきちんと管理するからいいんですが持っているけれども何の利益も生んでいないものというのはリスクになっていきます昔の夢のかい会社の社長の、ね、夢もそう自社ビル今すごく大変な思いしてるんでしょうないでしょうかビルに人が入らない会社が入らない みんな会社がリモートワークのところが増えてるので空き家が増えている、まあ、地方はリモートワークなんで空き家が減ってるのかもしれないですが減ってますかいや減ってないって言ってますね本当に便利なところとか人が集まるところしか不動産は儲かっていないようなことを上が言っておりますまた 危険だねって思うのは親が子供のために建てるアパートよくありますよねお子さんのためにアパートを2軒なり4軒なり建てましたそこに人が入りませんね1人か2人は入るんだけど4人入りません2人入りませんこんなこと想像もつかないですよね 必ず人が入るように宣伝しますぐらいなことを言って、不動産屋は、建築屋は建ててくれるんですが、実際に、新築のうちは人が入るかもしれないけれど、だんだん老朽化した家に人は入りません。まして、時が経てば経つほど、修理費用がかさんでいきます。 30年を境に倍になる管理費用が倍になると言われています古くなってお金をもらえない家賃を上げられないにもかかわらず古くなって経費がかかるというのが建物ですこれが昭和の夢、えー、皆さん自分の周りにこういったものを 置いていてるのであればもうう度見直しましまょう今なぜこの話をしたかというとやはり持ってるということ所有してるということがとても将来に負担になるよというメッセージが来たからです。今日はここまでまたね